朝会ですね。今日は六本木ヒルズのヒルズブレックファーストっていうのに行きます。今が朝7時半。朝活ヒルズブレックファースト。これまで66回、357名のスピーカーの方々が登壇しております。鎌倉ですね。今11時半、六本木から鎌倉に着きました。大丈夫です、皆さん普通に。ありがとうございます。あ、これはまだ3キロなんですよ。鎌倉のスターバックス全国上位3位つきましたね。すごいね、さすが。いい感じ。ないです。うわすごいな。あ、これはすごいっすね。すごい。あ、これなんてもうまさにうちの、あ、いただきます。あ、もうまさに十分ですね、これ、はい、メガネ屋としては。いや、十分ですね。十分ですね。すごいなぁ。あそこ映る畑とかで、まだ向こうにも敷地があります。サスケ作れますね、これ。あー、そっからね。そうれますね。小上がりになってるんですよ。小上がりになって、そこで座れるようになってるんですよ。なるほど。座るとですね、ここが川になっててですね、はい、山がちょうどいい、うん、景色でこう、ね、こっちに月が出るんですよ。ああ、ここでなんかお酒とか日本酒とか飲みながらね、はい、そうなんですよ。そうこっちのに、ああそこにもあれ立ってるのか。立ってます、ここ。はい、スケルトンハウスで、あっちは三畳の小さい小屋の、ちょうど川沿いにたまたま、うん、可能性は無限大ですね。可能性はそうですね、拡張性が高いなと思います。確かに確かに。可能性がねえ、ここ、土地が車も結構止めれますしね。うん、今日もいい一日でした。なんやかんや10時です。朝の10時に六本木を出てから12時間が経ちました。鎌倉。やっぱりいい街ですね。大学時代から来てますけども、ね、ウィンドサーフィンをしてたんで、いい街だ。